はいさい、今回は砂部馬場公園に来ています。久しぶりの馬場公園ですね。以前ねここに遊具があったんだけれど芝生になってますね。よいしょ、ちょっと日陰から。今日の沖縄32度で暑くなっています。まあ、雲も多いんですが、ところどころに青空とか、この辺も青空かな、見えてて、太陽もね出てるので、これからどんどん暑くなっていきそうな感じがします。9月も中旬なのにセミがまだ鳴いてますね。どこで鳴いてるのかな。ちょっと探せないけれど、久々にセミが鳴いてるのも聞いた気がする。そして海綺麗ですね。やっぱ晴れてる日の沖縄の海最高です。やっぱね、茶炭というか砂部がかな、砂部という土地柄、アメリカ軍のね基地がすぐ近くにあったりするので、外国人の方が多くいます。ちょっと干潮らしいので高いところから一旦海を移して砂浜の方へ降りたいと思います。遊具新しくなってますね。カラフルで楽しそうです。アズマヤも沖縄っぽくていいですね。トンボ多いですね。またトンボがいっぱい飛んでる。アスレチックが楽しそうだ。向こうの方には赤いハイビスガスが咲いてます。高い位置で咲いてたり、低い位置で咲いてたり、タコノキも実は実ってないというか、もう落ちたんですかね。これは落ちた後ですね。ちょっとここ行ってみようか。禁止。やっぱここからなんかも最高ですね。この何とも言えない水色の海と奥の青い海、最高です。後でこの場所でタイムラプスを映して最後に流そう。ワンちゃんの散歩ですか。よいしょ。あ、日陰が涼しいわ。やっぱり炎天下はやっぱり暑いですね。
台風9号10号がね接近して、その後とかね1週間ぐらいはそこまで暑くなかったりしたんですよ。30度とかね、高くてもそのぐらいだったのに、今日は一段と暑いです。よいしょ。あー気持ちよそうだ、水遊びしてる。最高ですね。干潮だからリーフがやっぱ出て、もうちょっと引くのかな。この空の感じもいいですね。雲が、あそこはもくもくした雲が多くて、ちょっと雨雲みたいなもくもくマンがいて、そして綺麗な青い海、最高だ。じゃあちょっと砂浜の方へ行ってみよう。あやべ、高温注意のマークが出ちゃってる。また途中で止まらなければいいけど。最近ね iPhone の調子が悪いんですよね。まあこの暑さで撮影してるとどうしても携帯は熱持っちゃいますからね。セミが鳴いてますね、どっかで。遠くの方でセミの鳴き声が、ほんと久しぶりだね、さ、これ。セミの鳴き声っていうのは。なんか、南国チックでいいですよね、こういう岩陰とか。そして、アダンがすんごいチクチク。雰囲気出てますね。サンゴの、シャリンシャリンの音もいいし、あ、干潮だからあんまり波打ち際、波立ってませんね。これね超滑りそう。ゆっくり歩かないとずるっていきそうだわ。ちょっと水に入りたいな。あ、冷たい。冷たくて気持ちいいです。はい、というわけで今回は北谷町のね砂辺にある砂辺馬場公園に来ていました。で、先ほど行った場所でタイムラプスか何か定点カメラでこの辺のね風景映して終わりたいと思います。じゃあまたね。バイバイ。